まあ、先ほどの中田アナウンサーのリポートにもあったように点を取ってもらった後のテンポというところがこのところこの場面というのはちょっと注目ですね。そうですね、 ある意味今このマギー選手がこのタイムをかけましたよね、はい、このシーンがある程度見られるとマギー投手、ある程度自分のペースかなと、ピッチャーもテクニックを使ってわざとタイムをかけさせるぐらいの間を、投げることがあるんですね、はい、それはマギー投手できますからね、まあ、さらに言えばそのフォームの中の緩急というね、はい、そういうものも使えますからね。これは低すぎたか。3ボール2ストライク。空振り三振。ワンアウトを取りました。今のもそれまでのテンフォームのこう時間使いと違ってスッと投げていきましたね。そうですね、やはりこのただストレートを投げているというだけではなく、はい、いろんな、ね、マウンドさばきで、取った空振りと言ってもいいんじゃないですかね。そうですね、第3第4打席、昨日の第1第2第4打席と連続でヒット、昨日の第3打席だけはデッドボールでした。やはりこの、ね、増田選手、またこの銀次選手ね、はい、去年から、ね、たくさん試合にある意味出させてもらって、うん、それが、ね、今年に非常に生きているかなという感じを受けますよね、はい、この経験を積ましたことによって今年非常にどっしり、プレーできてますよね、はい、しかしその好調増田を三振に取りました。2者連続三振。ホームに向かうまで変身運動があるときに、結構間がありますからね、はい、それを自分のものにしていけば自分のペースになりますよね、はい、まあ、今の千葉マリンの渡辺俊介投手も、はい、そういうことも言ってますし、いかにこのバッターに自分の、間を、ね、崩させられないでやるかということを言ってますよね、はい、高めに釣って空振り三振、3者連続三振。2回の表牧田がイーグルス打線を3者連続三振に仕留めています。2回の表を終わって2対0ライオンズがリードしています。そしてランナーなしでアンドリュー・ジョーンズを迎えます。まあ、この AJ に限ってはこのカーブがかなり、嫌がっているというか気になっている感はありますから、はい、そこを多投するのか、また行くぞ行くぞと見せかけて、違うボールで行くのかという配球の、ね、妙が出ますよ ね、 ここね。低めいっぱい。このジョーンズが打席に入ったところで渡辺の守備位置はだいぶセカンドベースに寄りました。ワンボールツーストライクです。カーブ多投しますよ ね、 こ、 こ、 はね、この守備位置です。ファールボール。少し三振かなと思ったお客さんから歓声も上がりました。完全にピッチャーが支配している配球ですね。カーブを散々意識させて今のインサイドのシュート系のボールですよね、はい、そしてこの投球モーションのクイックが、はい、クイックで投げましたね今ね、これがまた牧田の真骨頂です。2対0ライオンズがリードをして4回の表が終わっています。これから4回の裏のライオンズの攻撃に入りますが、先ほどジョーンズに対してのこのクイック投法。そうですね、非常にクレバーな、ね、投球で、まあ1試合に1回また何試合かに1回しかやらないと思うんですが、あの場面はね、前半でも三振で取って、ベンチに戻ってリズムに乗せたいという気持ちが現れてたような、はい、そうですね、ここで使ったかという感じの1球でしたよね。ですから三振を取りたくて取りに行って取ったというね。そうですよね、